舞台新静粛展劇、パルジファルは、リヒャルト・ワーグナーが1882年に完成させた楽劇、全三幕、言語ドイツ語、台本語作曲家自身による、中世スペインのモンサルバート城及びクリングゾルの間の城を舞台とする。初演は1882年7月26日、バイロイト祝祭劇場。日本初演は1967年。 フルートさん、オーボエさん、イングリッシュホルン、クラリネットさん、バスクラリネット、ファゴットさん、コントラファゴット、ホルン4、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに2人、ハープに、言語部ブ舞台裏に、金6個、トランペット6、トロンボーン6、中太鼓、サンダーシート、ニーベルングの指輪以来の4巻編成の跡が残っている。全曲約4時間半。 しかし、指揮者による変動が非常に大きく、3時間40分未満から4時間40分を遥かに超える指揮者までいろいろある。カットの場合はこれに当たらないので記さない。また録音、録画や上演への鑑賞などのために便宜的に長い、方の演奏時間を記しておく。前奏曲。グルネマンツと古匠たちが、傷の治療のために、湖へ向かう王を待っているところへ、くんどりが現れ、 アンフォルタス王の薬を託す。かつてアンフォルタスは、くんどりに誘惑され、せい、槍を奪われて傷つけられていた。言えない傷口からは、絶えず、血が流れ出し、罪の意識を伴って、アンフォルタスを苦しめた。グルネマンツは、魔法使いクリングゾルの邪悪と、王を救うための神託について語る。神託とは、恐怖して地に至る、汚れなき愚者を待てというものであった。 そこへ、湖の白鳥を世とした若者が引っ立てられてくる。グルネマンツはこの若者こそ、神託の権限ではないかと期待し、若者を連れて、城へ向かう。木内の礼拝堂で、聖杯の儀式が取り行われる。しかし、傷ついているアンフォルタスにとって、儀式は苦悩を増すものでしかない。官能への憧れと罪への苦痛、死への願望がアンフォルタスを襲う。 セムオーティトレルの促しによって聖杯が解凍される。しかし若者は呆然として立ち尽くすばかり。グルネマンツは失望して若者を追い立てる。短い前奏曲。クリングゾルの魔の城。クリングゾルの呼びかけに応じてクンドリが目覚める。クリングゾルはクンドリに魔の城に侵入した若者を誘惑し堕落させるように命じる。クンドリは抵抗するが、 結局、いなりになるしかない。若者は襲いかかってくる兵士たちをなぎ倒して進む。うち、クリングゾルの魔法によって、あたりは、花園になる。花の乙女たちが無邪気に舞いながら、若者を誘う。やがて、クンドリが、パルジファル。と呼びかけ、初めて若者の名が明かされる。クンドリは、パルジファルの母親の愛を語り、接吻する。ところが、この接吻によって、 パルジファルは地を得て、アンフォルタスの苦悩を自分のものとする。なおもクンドリはパルジファルに迫り、クンドリの呪われた過去も明らかになる。しかし、パルジファルはこれを知りける。誘惑に失敗したと悟ったクリングゾルが現れ、聖槍をパルジファルめがけて投げつける。聖槍はパルジファルの頭上で静止し、パルジファルがそれを掴んで十字を切ると魔法が解け、 城は崩壊して花園は荒野と化す。前奏曲はパルジファルの方向、変歴を示す。第一幕と同じ場所で忍者となったクルネマンツは倒れているクンドリを見つける。そこに武装した騎士が現れる。騎士はパルジファルだった。今やアンフォールタスは聖杯の儀式を拒否し、戦後、ティクレルも失意のうちに没し、 聖杯の騎士団は崩壊の危機に瀕していた。くんどりが水を汲んできて、パルジファルの足を洗い、グルネマンツが、パルジファルの頭に水をかける洗礼の儀式。パルジファルもまた、くんどりを清める。泣くくんどり。ここから聖金曜日の音楽となる。三人は城に向かう。城では、騎士たちの要請によって、キトレルの葬儀のための儀式が、これを最後に始まろうとしていた。 アンフォルタスは苦悩の頂点に達し、我にしようと叫ぶ。その時、パルジファルが進み出て、聖、槍を王の傷口に当てると、たちまち傷が癒えた。パルジファルは、新しい王となることを宣言、聖杯を高く掲げる。合唱が、救済者に救済を、と歌う。聖杯は灼熱の輝きを放ち、丸天井から一羽の白鳩が舞い降りて、 パルジファルの頭上で羽ばたく、クンドリは呪いから解放されてその場で生き絶える。パルジファルの台本は、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハの女子誌、パルチバールに基づいている。パルチバールは、歌劇、ローエングリンの制作にも影響を及ぼしているかも、しれない。パルチバールのエピローグには、白鳥の騎士ローエングリンの物語が紹介されているからである。ローエングリン第3幕で、 ローエングリンは、モンサルバート城の王パルチバールの息子であると名乗っている。パルジファルが白鳥を言おうとして引き立てられてくることと、ローエングリンが白鳥の騎士であることの関連は明らかであろう。他にも、角膜の構成や、パルジファルのく鳥が、ローエングリンのエルザとウルトルートを合わせたような存在であることなど、二つの作品は関連が深い。パルチバールの名前の語源として、 アラビア語のパルシオーダーパーセフェル、ディアイデアレーヌオーダーアルメズンメであるとする、ヨーゼフ・ゲレスの説を取り入れて、ワーグナーはパルチファルに綴りを直したとされる。晩年、ワーグナーが親密に交際したジュディット・ゴーティエは、この説は誤りだと指摘したが、ワーグナーは、そうであっても構わない。として訂正しなかったという。ボルフラム・フォン・イッシェンバッハの、パルチバールは、クレティアンド・トロアの、 ペルスバルに由来する。中世フランス文学、比較神話学の権威フィリップ・バルテールは、ペルスバルの名は、国の秘密を、突き止めるものと読むことができるの中に位置していたからで、あると解釈している。パルジファルは、ワーグナーが、バイロイト祝祭劇場での上演を前提にして書いた、唯一の作品である。ワーグナーの死後、その意志を継いだ未亡人小島は、パルジファルを、 バイロイトの独占とするために運動し、1886年のベルヌ条約により、1913年までバイロイトでの独占上演が認められた。ワーグナーの死から30年後、作曲家の著作権が切れる1913年12月31日の深夜から翌日にかけて、ベルリン、ブタペスト、バルセロナの各歌劇場でパルジファルが上演された。 ブダペスト初演の指揮者はフリッツライナーである。しかし、条約批准の遅かったアメリカとオランダでは、これらに先立ち、1903年にニューヨーク、1905年にアムステルダムでそれぞれ初演されていた。ワーグナーが全幕の後に拍手を禁じたという事実はない。これは、初演時に彼が雰囲気を損なわないために途中で拍手しないようにと、 求めたところ、観客が幕の後にも拍手をしなかったため、ワーグナーは戸惑い、後で、それは誤解で、各幕の後に拍手をしてくれてよいと語った。これが原因となって、現在でも大一幕の後に沈黙を守る慣習が残っているが、近年では、ウィーンやバイロイトでも通常通りの拍手が起こることも、普通になっている。変異庁長。ワーグナー自身は、前奏曲は、 劇的でなく根源的に演奏されねばならないと語っていたとされる。また、ワーグナーがルートビヒ二世のために書いた注釈には愛信仰、希望と記されている。前奏曲では主として愛三の動機、聖杯の動機、信仰の動機が扱われる。特に愛三の動機は多種の楽器を重ねることで楽器独自の響きがぼかされており、これは バイロイト祝祭歌劇場での上演を意識した音色と見られる。ローエングリン前奏曲が異調調であるのに対し、パルジファル前奏曲がそれより半音低い変異調調で書かれていることも、より柔らかい、くぐもったような雰囲気を表出することに役立っていると考えられる。曲は次第に重苦しくなっていくが、やがて聖杯の動機が希望を示すかのように繰り返され、 大一幕へと繋がっている。パルジファルの題材となった聖杯伝説はキリスト教に基づく伝説である。だが、パルジファルは誘惑に負けたアンフォルタスの救済が単に純潔というだけでは達成されず、共に苦しんで地を得る愚者によってなされるという信託の実現が物語の中核を成しており、キリスト教的というより、むしろ独自の宗教色を示していると言える。 本作に登場する聖杯騎士団や、クンドリや、クリングゾル、聖杯と聖槍など、各モチーフについても多義的な象徴性を持っていて、様々な解釈がある。特に、最後を締めくくる、救済者に救済を、という言葉は逆説的で、議論、研究の的ともなってきた。具体的には、本作で救済されるのは、アンフォルタスとクンドリ、それに、 聖騎士団ということになろうが、アンフォルタスらは、聖杯の守護者ではあっても、救済者とは言えない。では、救済者とは、彼らを救済したパルジファルのことであろうか、それとも、イエスその人であろうか、はたまた作曲者のワーグナー自身であろうか、といった、様々な解釈が考えられる。また、救済そのものについても、各種の説がある。 例えば、救済で全てが解決するのではなく、救済者もまたいずれ救済を必要とするようになるという運命論的考え方もある。ワーグナーは、キリスト教の起源はインドにあり、この純粋な教区の宗教をユダヤ教が継ぎ木をして歪めたという問題意識を持っていた。後に、ハルムート・チェリンスキーは制作当時の彼の書簡や日記を丹念に分析し、この 救済者とは、キリストのことであり、救済とは、キリスト教に加味された、不純な、ユダヤ的要素を払い清めることを意味していた、と結論づけた。いずれにせよ、音楽、文学、神話、宗教、哲学、民族などについての幅広いワーグナーの試作活動が、後半で、多層的な解釈を呼び起こしているのである。フランスの作家ジュリアン・グラックはこの作品に、触発されて、 小説、アルゴールの城にてと、戯曲、漁夫王を書いた。ありがとうございます。